ブルーで乾杯。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りします。今回は宮崎山形屋近くにありますこちら金心ご紹介します。階段を上がると和モダンの落ち着いた空間が、雰囲気のいいカウンターで、そして掘りごたつのテーブル席で、気分に合わせて非日常を味わいながら料理が楽しめます。今回ご紹介くださるのは吉田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらのお店はどんなお料理が楽しめるんですか？見た目には美味しい和洋創作料理を提供しております。そんな中でもおすすめのメニューは何でしょう？こちらですね、佐土原ナスのつくね挟み揚げがおすすめになっております。いい香りですね。そのまま召し上がっていただくのも美味しいですし、甘辛ダレにつけて味の変化も楽しめます。うーん、これ衣がすごくサクッとしてますね。そしてこのつくねも旨味が濃厚で美味しいですね。ありがとうございます。では甘辛ダレをつけていただきます。うーん、あっさりしてるので女性でも全部食べられますね。そうですね、大人気ですね。わかります、美味しい。棚心のこびきブルーに合う一品は何でしょう？こちらの骨付き鶏ももスパイス焼きです。いい香りですね。こちらもこちらですね、森林鶏を使ってまして、スパイスを何種類か複合させてジューシーに仕上げております。森林鶏っていうのは宮崎？そうですね、宮崎の鶏になっております。うん、うん、これはまたお肉が柔らかくてジューシーですね。こちらですね、高温でオーブンで3回ぐらい焼いてですね、その後に炭で炙っております。だからこの香ばしい香りも楽しめるんですね。はい、ではではここでソーダ割りいただきます。うん、美味しいですね。ありがとうございます。スパイシーで濃いめの味付けになっておりますので、こびきブルーによく合うと思います。芳醇な味わいたまりませんよ。今回ご紹介した棚心の見て楽しい食べて美味しい創作料理の数々、ぜひ皆さんも味わってみてください。それでは吉田さんもご一緒に、今夜もブルーで乾杯。棚心で使えるお食事券3000円分を抽選で5名の方にプレゼント。詳しくは番組ホームページまたは MRT アプリをご覧ください。お店の場所は立花通り沿い宝石店隣のビルのこちらの階段を上がった2階3階です。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りしました。